はい、どうも関本です。いよいよですね、キャノンから EOS R5 というカメラが明日発売されますよね。で、その EOS R5 用のメモリーカードについて少しお話をしたいと思います。まずこの EOS R5 で採用されているのが SD カードと CF Express という2種類のカードです。で、CF Express にはタイプ A、タイプ B、タイプ C と3種類ありまして、この EOS R5 の対応カードは CF Express タイプ B になっています。はい、でこのタイプ B ですが、XQD カードって言われるカードと同サイズぐらいのカードです。はい、で、このカードなんですが、簡単に言えば大容量のデータを高速で書き込みだったり読み出しができるというものですね。で、最高速度の理論値などについてはあまり詳しくはないので、間違っていたら申し訳ないのですが、キャノンの EOS 1DX Mark II で使用されている CFast 2.0 というカードで1秒あたり 600MB だったのに対して、この CF Express Type B は1秒あたり 2GB、 すなわち 2000MB の転送速度があるようです。ちなみに SD カードだと2010年に開発された SD-UHS-1 で理論値が 104MB で、2011年の SD-UHS-2 で 312MB で、2017年には SD-UHS-3 が開発されているんですが、それでも 624MB となっていますので、こうやって比べるとこの CF Express というのがかなり早いのかは分かりますよね。で、この2017年に出てきた CF Express というカードなんですが、まだ発売しているメーカーも少なくて、その中でもどのメーカーのものを選んだら良いのか結構悩みますよね。で、あとは最新のメモリーカードなので価格も結構高価なものになっているため、より慎重に選びたいところではあります。ということで、個人的なもので浅いレベルではありますが、少し調べてみたものを共有できればと思います。はい、で、まず先にですね、この EOS R5 というところなんですが、今回は約4500万画素ということで、1DK の約2000万画素の、カメラを使用している僕からしますと、これだけの高画素のデータだとどの程度の枚数が記録できるのかが気になりましたので、そこからお話ししたいと思います。はい、で、キャノンの、Q&A の問い合わせなんですが、番号をこう入れてキャノンと検索すると出てきます。なので、まずその、SD カードの記録枚数、メモリーカードの記録枚数を知りたい場合であれば、101668スペース開けてキャノンと検索すると出てきます。はい、で、この出てきたのはここですね、キャノンの、Q&A で EOS R5 メモリーカードに記録可能な枚数というところですね。はい、こちらを見ながら進めていきたいと思います。で、僕がですね、普段よく使う、記録の画質、記録形式ですね、というのが RAW プラス JPEG というものなので、こちらですね、 RAW プラス JPEG、 ここの欄を見ていきたいと思います。で、このページなんですが、キャノンが、試験の基準としているのが 32GB の SD カードの場合と書いていますので、ここの数値は 32GB の場合が表記されています。はい、で、僕の場合は1日で2000枚以上撮影することも多いので、今回のこの EOS R5 の、バッテリーの持ちはさておき、 32GB でこの520枚ですね、撮影可能枚数が RAW プラス JPEG の場合 32GB で520枚となっておりますので、2000枚以上撮影するということを考えると 128GB 以上は揃えておきたいところです。で、またですね、それ以上の容量のカードを選ぶのも良いのですが、大容量のものを1枚持っていて、それが破損してしまったということになるよりも、ある程度の容量のものを数枚使用している方がなくす可能性はあるものの、個人的には安心かなと考えています。で、この RAW プラス JPEG の下の部分のこの C、RAW って書かれた部分なんですが、この C はキャノンの C でして、C RAW と言われるファイルみたいでして、で、今まではですね、RAW 記録の際、画素数の選択をしていたわけなんですけど、この C RAW からはですね、画素数はそのままに置いておいて、ファイルサイズを抑えた記録形式になっているようです。ただですね、これも個人的な意見なんですけど、撮るからには一番最高画質で記録しておきたいので、この枚数は参考程度といったところでしょうか。
はい、であとですね、動画の、記録の話なんですが、 EOS R5 はオーバーヒートで撮影できる時間に制限がありますので、最高画質、この 8K の DCI 規格のロー形式ですね、で撮った場合 64GB で3分となっています。なので、128GB だとこの倍ですので、6分ですね。で、僕がですね一番よく使うであろう、4K の 60p だと、このテレビ放送規格である、この UHD 規格 60p ですね、 4K UHD 60p で、オールインのこの形式だと8分となっています。なので、128GB だと16分となります。はい、で、これではですね、撮影可能時間が少し少なすぎますので、この IPV と言われる形式ですと 64GB で24分撮れますので、 128GB のメモリーカードを持っていると48分ということで、まあ、ビットレートだったりとか PC スペック的なところの取り扱いから考えると、まずはこのあたりから使用していければなと考えています。はい、でもちろんですね、高画質側で撮影してみて本当にびっくりするぐらい違う、これはもう 8K で撮らなきゃとなった場合は、まあその時はその時でカードも考え直します。はい、ということで、まずそのメモリーカードの選ぶ容量なんですが、128GB を選んでおけばロープラス JPEG で、2000枚程度ですね。で、動画の記録時間に関しても 4K の60コマで UHD 規格の IPV の形式で48分程度記録できますので、これで良いかなと考えています。あとは今は価格も高価なので、少し値段が落ち着いてきた頃に運用状況と合わせて追加購入していければと思います。はい、では次に問題なのが、どのメーカーのメモリーカードを選べばという点ですよね。はい、でこちらもキヤノンのホームページに記載されています。で、検索番号が101696で、スペース開けてキヤノンで調べると出てくると思います。はい、で、ミラーレスカメラ EOS R5 使用可能なメモリーカードはというところですね。じゃあこちらを見ていきますと、プログレード、サンディスクで、あとはレキサーとソニーですね、この4社のメモリーカードで動作確認を行っているみたいです。で、電話にて、確認をしたんですが、この情報が、公開されたのが7月10日というものでして、この表の中でこの×になっている部分があると思うんですが、この×になっているものはその時点、7月10日時点で動作確認を取っていないので分かりませんといったものではなくて、もうキヤノンとして実際にこのカードを試してみた結果、十分な書き込み速度ではなかったというアナウンスでありました。はい、なのでこの 8K のロー動画で撮影をしようと考えている場合は、この×と言われているところは、選ばない方が良いと思います。はい、ということで、まずはこの丸がついている、カードから選ぶ必要があるわけなんですけど、これも確認したんですけど、この、丸がついている順番というか、この表記順ですね、表記順に何か、その書き込み速度だったりとか何か使用環境で優劣があったというわけの順番ではないようですね。なので、どれを選んでも、これは記録できましたよという表記らしいです。はい、ただこの一番上のプログレードというところから出ているコバルトというカードの 325GB の容量のものなんですが、これは EOS R5 の発売前から YouTube などで話題となっていまして、もうすでに Amazon などでも完売しているようです。ちなみに価格は 325GB で4万円程度だったそうです。はい、で実はですね、キヤノンの公式オンラインショップに確認すると、明日の発売日当日に、僕の EOS R5 注文している分は到着するとのことでして、今からだとですね、このコバルトというものはもうそもそもに購入できませんので、先ほど言っていた 128GB で見ていくと、サンディスクさんの 128GB は×となっているので、まあ、ここで見るとソニーですね、ソニーの 128GB は丸となっていますので、個人的にはソニーが良いのかなと思います。はい、で、このソニーから出ている CF エクスプレスのカードタフというシリーズなんですが、 128GB のものでヨドバシ価格で、28,820円税込みとなっております。はい、で、直前までですね忘れていたんですが、明日到着してすぐにですね EOS R5 を開封したいので、保護フィルムを買っておかないといけないなと思いまして、ヨドバシの、インターネットで見てみると、この健康さんの EOS R5 用のマスター G というフィルムが、この、ドットマトリック液晶っていうんですかね、それと両方ともの2枚組で販売しているみたいなので、先ほどの CF エクスプレスのカードと合わせて、ヨドバシ梅田に取り置きをしてもらいました。
なので後で買いに行ってきます。はい、ということで今回は明日7月の30日に発売されますキャノンの EOS R5 で使用するメモリーカードについてお話をしました。で、あとですね、最後になりましたが CF エクスプレスのカードリーダーについても売り切れてるものがあったりしますが、まずは本体と PC の USB 接続でもデータ転送ができますので、何か自分が欲しいなと思っている製品が入荷次第購入でもいいかと思います。ちなみにケーブルはタイプ C からタイプ C のものとなっています。あとですね、何やら初回の出荷台数がかなり少ないとの噂ですので、まあ、明日到着次第いろいろ試してみて、情報発信ができればと考えています。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。関本でした。バイバイ。